今日はアンパンマンエアーフレンズ2ということで、まず2つ回してまいりました。で1個ずつ開けていきたいと思うんですが、なんともうねこの時点でちょっと怪しい雰囲気を醸し出してます。じゃあ開けていきます。じゃあ開けていきます。まず1個目はメロンパンナちゃんでした。商品のラインナップはこの6種類で、バイキンマンのシャワーバケツ、メロンパンナちゃんマラカス、ドキンちゃん浮き輪、アンパンマン浮き輪、コキンちゃんサイコロ、アンパンマンサイコロの6種類です。で当たったのはこちらのメロンパンナちゃんマラカスなんですけども、形はこういった形で、中にこのボールが入っていて膨らますとカラ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 音がするという仕組みです。じゃあもう一個開けておきます。いやーかぶってるよね完全にこれね。うわーかぶったー、かぶったよー、これ同じのがね2個出ちゃいました。もう開ける前からもう色が同じじゃないかなって薄々感じてたんですけど、残念ながら被っちゃいました。じゃあもう膨らまして遊びたいと思います。膨らましたらこんな感じになりました。ここにねこうやってよいしょ、ここにねボールが入ってますので、これがよいしょ、音がするんだよね、こうやって。これ2個もいらねえな、おい。まあいいか、2個でこう。あ、マラカスだからね、2個あってもいいよね。こんな感じです。ぜひ、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。アンパンマンエアーフレンズ2のレビューでした。バイバーイ。